ノコギリトラップすべてよけたらチャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしくね。ごきげんよう、タコポンドです。さあ、今回やるゲームはヘアチャレンジ。髪をできるだけ長く伸ばしていくゲームなんだけどね。いや、どれだけ伸びるか気になってたところなんだよね。早速、最強の髪の毛を目指してやっていこうと思います。いや、毎回僕、謎の最強を目指してんね。まあ、やっていきましょう。さあ、このね、カツラを取ることによって、髪がどんどん伸びていくんだね。で、この色のカツラを取れば色が変わるという、おっと。あ、ちぎれた。ノコギリに触れると、髪の毛やっぱちぎれちゃうんだね。ちぎれちゃダメだよね。さあ、ノコギリトラップが、いけるか、後ろの方ちぎれそうだけど、でもこれ相当長くなったね。いや、なんか崖っぷちでみんな応援してるぞ。危ないぞみんな。落ちるなよ。あ、落ちるなよ。あ、おーっと。この主人公が危ないんだけど。お ?60 メートル伸ばせたってこと?めちゃくちゃ長えぞ、この髪の毛。まあ、こういったゲームだね。で、これで60メートル伸びたから、宝石60個もらえたってことだね。宝石もね、後々使うと思うんで、集めていこう。さあ、髪の毛を伸ばす冒険を始めよう。すげえし、即死トラップが並んでんね。髪の毛をただ伸ばしたいだけなのに。やめてよ、こうね。ぶった切れ、あれ待って待って。あれなんだ、操作できないぞ。あれ落ちた。奈落の底に落ちちゃった。あれなんか操作できなくなってたね。風が吹いてたのか?ちょっともう一回やっていこう。なんなの?超危険なブランコ。あ、これ触らないと止まるんだね。なるほど、おっと。そこでよく見て、ね、なんか考えて操作できるってことだね。さあ、ここ。おーっと、怖い怖い。あー、オッケーオッケー。今回は操作できる。よかった。さあ、この時点ね、かなり伸びた。ここ切れそうだな。よいしょ。いいぞ。あー、ちょっと後ろは切れちゃったか。こういう感じにトラップ設置してあると切れちゃうよね。やばいやばい。ちょっと急げ急げ。オッケー。はい。おーっと、今のは切れちゃった今一瞬。よしみんな。これだけ伸びたよ髪の毛。みんな見てくれ。さあ、今回は15メートル。いや、短いな。相当長いけどね、15メートルも。さあね、髪の毛オリンピックを始めよう。さあ、できるだけ伸ばしていきたいね、こういうのって、やっぱり。いやーでもね、正直ね、このノコギリに髪の毛ぶった切られてもいいんだけど、体とかはね、腕とかぶった切られないように気をつけないとね、ここ。いよいよ。やばいやばい。でもこれかなり伸びたぞ。いよいよ。この辺切れそうだなー。やばい、ちょっと切れちゃったか、今の。走れ走れ。ここで走れ。走らないか、このキャラは。さあ、今回はどれだけ伸びたか?これ長くない?さあ、見ていきましょう。長え75メートルまで伸びました。最高記録出たね。これちょっと100メートル目指したいね。これもう。髪の長さ100メートル目指してやっていこう。いよいよ。はい。さあ、これおっと危ない。今はね。さあ、ここで、できるだけ稼ぎまくって。ここね、カツラが並んでるから稼ぎやすいね。それから、この辺ぶった切れそうだな。慎重に。よーっと慎重すぎだ。やばい。早い方がいいのか。はい。おーい。よいよ。おーいよいよ。奇跡的に切れてない。それからここは、ひよい。ひよいでいけた。横一気に取れんだね、今の。さて、今回は、みんな見てくれ。僕の髪の長さ、95メートル。あとちょっとで100メートルだったか。これもっと上手くなれば100メートルいけるね。髪を伸ばすゲームの髪プレイ目指していきたいね。さあ、行くぞ。まずはここはゆっくり伸ばしていきながら。さて、あー、今の切れちゃうか。今のでも首取れなくてよかったね。危ない。タイミング的に首取れそうな感じだったけどね。よし、ここもゆっくり。待ってね。足。もぎ取られないように、慎重にね。さあ、いよいよゆっくり髪を伸ばしていきながら。いや、ちょっと後ろのやつ切れちゃったかな。あんま止まっちゃうとね、後ろをね、切れちゃうからね。
止まらずにいたいね。おいおいお、横を伸ばしてさ、一気に取って2個取った最後。さあこの私の髪をみんな見てくれ。さ、え20、おーっと来た、100メートル来ました。最初はちょっと短いと思いきや長かったね。さ、宝箱一緒、よいしょ、よいしょ。お、いいね、カツラゲットした。さらにここでプレゼントが100溜まって。お、耳手に入るのか。よし、もらっとこう。いや、広告始まるんかーい。ここで、うさ耳手に入れたね。ちょっと女子力アップしたような感じする。僕も女子力上げてやっていこうと思います。さあ、みんな見てくれ。私の髪の毛。虹色で、綺麗だわ。待って待って、ここはね、よし、走れ走れ、オッケー、危なかったね、今。首取られないようにしないとね、ああいうの。うっと、私の、足、取れそうだったわね、今。ここ気をつけてね。よしよし。うさぎの耳をね、ちぎれないように、気をつけないといけないわね。さあ、ここも避けていくわ。さあ、おっと、今、奈落の底に落ちそうだったわね。ああいうのも気をつけないとね。いや、しかしこれ長えぞ、私の髪の毛。今回めちゃ伸びたね。よいしょ。さあ、応援してるみんな。私に髪の毛を分け与えてくれ。さあ、行くぞ。75メートル。やったわ。ちょっと女子語無理なんでね。女子力アップしてやるのはこの辺でやめたいと思います。じゃあね、ノコギリにぶつかると、どうなるのかっていうのを見てみたいよね。ちょっと、この人間の、ぶった切れるところもね、一度はやっぱ見てみたいんで、やってみようと思います。さて、あれなんかずれた。あれ待って待って、やばい。ぶつからない、ぶつかれなかった。ここでぶつかろう。よいしょ。あれどういうこと、普通にすり抜けるんか。なんだ。足取れたりしないんだね。いやー、足取れたりしたらね、面白かったのに。さて、あ、でも今回短かったね。やっぱりね、髪の毛って大切だからね。髪の毛も武器になるからね。アニメとかで、よく髪の毛で戦うキャラクターとかもいるけど、ま、髪の毛伸ばすと、最強になれんだよね。いいね、いいね。なんで今回もね、最強の髪の毛目指していきたいと思います。あー、ちょっと切れちゃったかー。やばい。よいしょ。いよいよ。まあ、こっから伸ばしてやっていこう。これむずいな。よいしょー。ほいしょー。ほ、いやー、ちょっと、いや、あーって、今切れちゃったか。最後。最後切れんのはちょっと厳しいなー。さて、15メートルか。伸びないかー。そっから伸びなかったかー。100なかなか超えないねー。じゃあ、宝石も溜まってきたんで、ショップでなんか買ってみようかな。さあ、今これだけど、ここで買えるのかな？あ、ランダムで選べる感じね。あ、来ました。赤い衣装になったね。それから、あ、もう宝石ないか。よし、じゃあこれでやっていこう。踊るねー。ちょっとやる気出てきた。じゃあ最後はね、一度もトラップに触れずに、すべてのカツラを回収する神ゲームの神プレイでやっていこうと思います。いや、僕は一体何を言ってんだ？さあ、やっていこう。こうね、髪の毛ってね、おっと、危なかったね、今。すべてね、トラップ避けるからね、ここは一旦止まって、横の取れないカツラはね、あれを取れなくて仕方ないね。よいしょ、で、行くよ、ここで。ここ。すごい。カツラが並んでる。あ、これは嬉しい。めちゃくちゃ稼げるね、ここで。さあ、すべてのカツラを吸収していって、私の髪の毛を伸ばしていこう、いよいよ。これは真ん中ルートかな。真ん中の方がいっぱい、カツラ、乗ってそう。走れ、走れ。後ろ切れちゃうぞ。オッケーオッケー。さあ、ここがこう避けていく、いよいよ。これはかなり長い。あ、ちょっ、やばい。待ってね。よいしょ、こっちルート行って。さあ、よいしょ。みんな。見てくれ、私の髪の毛の長さを。130メートル。めっちゃ伸びたな。
ハンターハンターの怒ったゴン並みに伸びたな、もう。ということで、髪を伸ばしていくゲームでした。また、しょうもないゲーム見つけたら、やっていこうと思います。じゃあね。